賢者の選択リーダーズ。賢者の選択リーダーズ、ナビゲーターの蟹瀬誠一です。白石美希です。まあ、今全国でねどこへ行ってもあるっていうのはスーパーマーケットですけどね、はい、あの携帯が登場したのって実は1950年代の最初の頃。そうなんですね、うん、僕が生まれてしばらくしてから、でもできた子供心ですけどね、はい、なんかワクワクした思い出ってありますね。いや私もありますね、はい、スーパーマーケットよく母と行ったんですけども、そう、はい、その時にお菓子をねこっそり忍ばせて、レジを通る時ドキドキしていた。ポケットに入れてたわけじゃないですね。それはダメです。それはダメですよ。ですからレジにちゃんと通しましたけどね、はい、まあ、レジっていうとその僕思い出ね、夕方になると特にそこに長い列ができたっていう記憶があるんですね、はい、レジスターを作っているメーカーはですね、かなりいろんな努力をしてですね、イノベーションを繰り返して今日に至ってるんですね、はい、そうですね。最近ではセルフレジというものもありますよ ね、うん、すね、少ない買い物の時はそちらの方が早くて済むので、レジをいかに効率化よくこう、ね、スピードアップするかというのは、はい、このビジネスではとても大事なことということなんですね、はい、というわけで今回は流通小売業を中心に世界初、業界初の最新機器を次々世に送り出しているあるメーカーに注目いたします。他で作れぬものを作る、寺岡豊春が1934年、昭和9年に創業した株式会社寺岡製鋼は2014年11月創業80周年を迎える。寺岡製鋼の歴史は誰もが想像していなかった世界初、業界初の製品を世に送り出し新しいマーケットを生み出してきた歩みである。今年開催されたスーパーマーケットトレードショー2014でも革新的な製品といえるレジの革命スピードセルフ、ラベルの革命ライナーレスプリンター、パッケージの革命ノントレイ包装機などを出展した。そうしたパイオニアスピリットで新しい常識の創造をテーマに挑み続ける株式会社寺岡製鋼3代目代表取締役社長寺岡和春に迫る。本日のゲスト、株式会社寺岡製鋼代表取締役社長の寺岡和春さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず早速なんですが、はい、寺岡製鋼、一言で言いますと、はい、どのような特徴を持った会社ですか？はい、新しいことをするのが大好きな会社なんですよ。いいですね。で今までもね、世界初だとか、はい、業界初だっていう製品をたくさん作ってきました。はい、じゃあ何事もこう新しいことにチャレンジする。そうですね。楽しみですね。はい、詳しくお伺いしたいと思いますが、番組では3つのキーワードで進行させていただきます。まず最初のキーワードは何でしょうか？新しい常識を創造するということです。常識まで作ってしまう。どういうことなんでしょうかね。はい、よろしくお願いします。寺岡和春は1946年東京都で生まれる。1969年日本大学理工学部精密機械科を卒業。同年株式会社赤井電機に入社。1971年株式会社寺岡製鋼に入社。1974年営業部長に就任。1975年取締役営業部長に就任。その後常務取締役営業部長などを歴任し、1985年代表取締役社長に就任、現在に至る。寺岡製鋼創立80周年おめでとうございます。ありがとうございます。寺岡社長は3代目ということで、はい、創業者のおじい様、そして2代目のお父様はどんな方だったんですか？はい、祖父はね、非常に起業家精神が旺盛な人だった、記録によるとね、明治の終わり頃に、こう手でガチャガチャ回す計算機作ったんですよね、はいはい、メカ式の、そしてね、日本計算機製造工業って会社作ったんですね。でまあ得意になってね、すごいの作ったからっていうんでね、そろばんの名手と競争したんですって、だ見事に負けちゃったってそういう記録があるんですよ。発明好きの初代社長の寺岡豊春は大正の終わりから昭和の初めにかけて正確で使いやすい測りを作り上げた。その測りこそ寺岡製鋼のルーツとも言うべき
寺岡式敏感自動はかりである。私の父もですね、ものづくりが大好きな、発明が大好きな人でしたね。電池の時計だとかね、はい、から自動巻きのカメラなんかも僕の子供の頃作ってました、はい、だからその寺岡さんの中にもその DNA っていうのはしっかりと入ってるということになるんですかね。好きですね、やっぱりね、なんかこう考えたり作ったりするのはね、本当は社長業なんかやめてそっちに専念したくらいです。おい社員の方ご覧になってますよ。そうですよ。しかし私の世代ですとね、やっぱり寺岡っていうと、はかりの寺岡っていう、これはもうずっとねそれで知ってきましたからね。今の携帯っていうのはそうなんだっていう感じですけどね。しかしその会社で3代目としてお生まれになって、これは社長はあれですか、やっぱり自分はいずれ継ぐんだということは自覚されたんですか。そうですね、親父がもう子供の頃からね、お前がやるんだぞっていうことで言って、物心つかないうちから、そんなことでその線路に乗っかってきちゃったみたいなもんですけど、で大学出て理工学部卒業されて、赤い電気っていうところに入られてますよね、そのままお父さんの会社じゃないと、これは何か理由があったんですか。たまたまね、私の親父とそれから赤い電気 の創業者赤井三郎さんという方ですけど、非常にユニークな方でしたね。ユニークな方です、その大学の同期だったんですよ。で仲が良かったんですね、両方とも大田区 の工場の経営者やってたもんですからね、なことで親父の方が多分せがれ頼むよということで言ったんだと思うんですけどもね、ちょっと修行してこいと、そんな感じですね、中井さんからどういうことを知られましたか。非常にねすごい方ですよね、で当時はまだまだその日本の製品というのはね、アメリカヨーロッパのものをモノマネするというような、世界的に見ると、そういう認識があった時代、でそういった時代にその高級のオーディオテープレコーダーを作って、でめちゃくちゃ高いんですよ、要するにそのいいものを作って価値を認めてくれる人に売りゃいいんだと、でシェアなんていうのはナンセンスだったんですよね。だ今でもねやっぱりその価値を出して、でその価値をお客さんに理解してもらうんだっていうのはね、やっぱその時のですね、赤井三郎さんに教えてもらったことが軸になってるんじゃないかと思いますね。非常にそういう意味じゃ時代を先取りされてた方で、もうその頃赤井さんはそのことに気がついてられたっていうことでしょうね。そしてその後、寺岡製鋼に入社されるわけですけど、その頃のこう世の中の状況って言いますかね、どういう状況だったんですか。我々のマーケットで言えばですね、針の測りから電子の測りに変わるというちょうど過渡期だったんですね。我々メカの測り得意だったんですけども、もう何十年もやってましたからね、電子というのは経験ないわけですよね。2代目社長の寺岡武春のもと、寺岡製鋼は1965年、昭和40年に世界初の電子料金はかりの開発に成功し、その5年後に電子料金はかり繁栄を市場に投入した。世界で最初のやつを作ったんですけどね、でやっとこう量産して、これで、新しい絵が描けるなという時代だったんですよ、ところがね、電子の時代になったらば電卓の人たちがいるでしょう。参入してこれるわけですね。いやだから彼らにとってみるのは、もういとも簡単なわけですよ、やっと我々ができてこう売り出した時にね、ハンネル出てきたんですよ。それで性能があまり変わらないってなっちゃうと、これは商売大変ですよ ね潰れるかと思ったんですよね。どうやって乗り切られたんですか。一つはね、技術面では別のやっぱり大手の電機メーカーさんに頼んでね、LSI っていうのを作ったんですよ。要するにその電子明かりの機能をね、1個のチップにしちゃって入れちゃうという、それが一つですね。でもう一つは今度は営業面でね、リースを使ったんですよ。お客様には月々いくらですよ、もっと言えば1日300円でお使いになりますよというようなね方法でずっと売ってたんですね。そういうことがいい経験になりましたよね。やっぱり販売の仕方を考えるとかね、それからその誰かがこう技術で落ち着いてきたらば、次の手を考えるとかね、そんなようなことをやった、楽しい時代だったんです、今から考えると、そして最初のキーワード、新しい常識を創造するというふうにお答えになってて、名刺にもこれ書かれてますよね、これ具体的にはどういうことなんでしょう。そうですね、スーパーマーケットでね、お肉だとかお魚をこうパックしている商品がこうケースに並んでますよね、
で1981年に、自動放送軽量熱気機という長ったらしいものを作ったんですけどね、はい、それは1台の機械で重さが測れて、からパックができて、それからラベルが印刷できて、それが自動的に貼られて出てくるという、だから今まで別々の仕事だったものが一人で全てできちゃうんですね、最初作った時はね、スーパーマーケットで言ったら怒られましたね。放送する人は放送する、から計量する人は計量する、値付けする人は値付けする人、分業でやんなきゃいけないんだと。そうなってるとね、お前の機械だったら分業にならないじゃないかってね、だから、全く非常識だったわけですね。でだからその新しい技術でもってお客さんが見たことも聞いたこともない、ものを作ってですね、でそれをお客さんにお届けすると、で、なかなかそれが、初めはなんでこんな決定なものを作ったかというのがよくあるんですけどもね、辛抱強くいろいろお話しているうちに、使ってみるかということでポツポツとこう使っていただく、今までは冷ややかに、高みの見物した競争相手もね、なかなか面白そうじゃないかと、僕たちもやってみようっていうんで参入していくんですね。ここではそのマーケットが活性化するんですね、でその結果として今まで非常識 のものだったんだけども、それが、当たり前になってくるんですね、デファクトスタンダードになってくるってことですね。デファクトになってくるわけですね、誰かが作ったマーケット、そこでその分け前をどうやって取るかというシェア競争するという、こういうやり方の対局、小さくてもいいから自分のマーケットを作ろうじゃないかっていうことなんですね。新しい常識の創造を掲げ、寺岡製鋼はそれまで存在しなかった世界初、業界初の新しい製品でスーパーマーケットを中心とした流通小売の分野に確固たる地位を築いてきた。我々は、スーパーマーケットが、メインのマーケットですね、でスーパーマーケットの上流にはその、食品の工場がありますよね、ですからそこっていうのは隣のマーケットですから、親戚みたいなもんですからね、だから我々もアクセスできるし、お客さんも知ってるしね、入りやすかったですね、でフードインダストリーというマーケットにこう入ってったわけですね、寺岡製鋼は流通小売で培ったテクノロジーでフードインダストリー分野へマーケットを広げている。スーパーマーケットとそれからフードインダストリーの間には物のやり取りをするっていう、いわゆるロジスティックスの仕事がありますよね、物流もやれると。そうだからそこのところに一つのロジスティックスという括りを作って、そこで使うようなその倉庫のマネジメントとか、それから倉庫でこうオーダーをピッキングするような機械だとかね、そんなものをやって、今ではそれをロジスティックスと括ってるんですけどね、寺岡製鋼は流通小売とフードインダストリーをつなぐロジスティックス分野へも進出している。だから流通小売業からフードインダストリー、ロジスティックス、一番最新ではホスピタリティソリューションというのがあるんですね。それは、レストランですね、サービスとか飲食の世界とか。そうですね、でこれは技術的な共通性が高いということと、我々のこのサービスのネットワークが使えるというのがかですね、なるほどね、寺岡製鋼はさらにサービス、飲食分野へとフィールドを広げ、4つのフィールドで最新機器とソリューションを提供している。お話を伺っているとこの4つのフィールドにですね、本当にこう広がっていってるなって気がするんですけど、これは何らかのこうつながりっていうのはうまくできてるんですかね。そこに共通した、クラウドサービスですね、IT を使ったお客さんの業務アプリケーションの提供というのが一つあって、それからもう一つはその4つのお客さんに対してその保守サービスを提供する、でここの分野が非常に我々にとって重要でしてね、特に最近はその IT を使ってやっぱり違った保守の仕方が可能になってくるんですね。壊れる前に直しちゃうっていうんで、だから今機器の中にそういうようなモジュールが入っていて、何か調子がおかしくなったらピュッとこう電波で飛んでくるわけですよ。でこっちの方はそのうちのセンターが見ていて出かけてって直しちゃってね、お客さん知らないし直しちゃう。ビジネスのロスタイムっていうのは本当に今少なくなったっていうことでしょうね。それはこれからの課題で全てができてるわけじゃないんですけども、そういうようなその保守サービスの領域でもやっぱりその新しい常識っていうのがね、これからもどんどんできてくると思います。わかりました。では続いてのキーワードは何でしょうか。次のキーワードはですね、ゲームのルールを変えるということです。4つのフィールドを舞台に躍進を続ける寺岡製鋼、次なるキーワードはゲームのルールを変える、その真意に迫る。
失敗を恐れず、チャレンジできるような風土があるような会社だと思ってます。仕事上 の、 そのストイックさみたいなところはすごい感じられる方々が多いな、人たちが多いなというところはすごく感じますね。信頼し合える、相談できるような人間関係が築けるような社風だと思っております。アットホームな雰囲気の